カーアメル・マイヤーズは、アメリカ合衆国の女優である。1899年4月4日、カリフォルニア州サンフランシスコに生まれる。ラビである父はオーストラリアからの、母はオーストリアからの移民で、1歳年長の兄に、後の映画監督ザイオン・マイヤーズがおり、2歳年少の、重帝に、後の映画監督のマーク・サンドリッチがいる。満16歳になる1915年、ベッシー・ラブ、 コンスタンス・タルマッチと共に、ジョージア・アピアースに出演したのが、最も古い映画出演の記録である。1916年、エルコ・カンパニーが量産する短編映画に数本出演した後、D.W. グリフィスのファインアーツフィルムに入社、大作のイントレランスや、ポール・パウェル、チェスター・ワージーらが監督する短編映画に出演する。1917年、 ユニバーサルフィルムマニファクチュアリングカンパニーに移籍、前年に同社参加に設立されたブルーバード映画で同年、ハリー・ソルター監督、ケネス・ハーラン主演の力に出演、その後、ジョージ・シングマン監督の知らぬ妻、ソルター監督の磯津波、スチュアート・ペイトン監督のザ・ガール・イン・ザ・ダーク、紫のその偽の結婚、ジョセフ・ド・グラス監督の情の国家、 l c j m w i l l s 監督の涙の街や夢の女、ポール・パウエル監督の社交界の花形、シューや夫は誰孤島の娘と1919年春のブルーバード映画最末期まで立て続けに主演作を連打、そのほとんど全てが日本でも公開された。同年7月16日、イジドア・コーンブラムと結婚する。1921年、 ユニバーサルを退社、小プロダクション作品に引き続き主演し、1923年には、オットコーン・ブラムと離婚する。翌1924年、三社が合併して、設立されたメトロゴールドウィン・メイヤーに入社する。1928年から始まる初期のトーキーにも、積極的に出演し、1929年6月9日、ラルフ・エイチ・ブラムと再婚する。 1934年のザ・カウンテス・オブ・モンティ・クリストに出演した以降はしばらく家庭に入る。1942年、リパブリック・ピクチャーズ制作、D.J. ソン監督のある夜の貴婦人の秋に出演して映画界に復帰する。オット・ブラムとは、後の脚本家のラルフ・ブラムほか3児を設けたが、1950年に離婚する。 翌1951年6月26日に放映を開始したテレビ映画シリーズザ・ The、カーメル・メイヤーズショーのホスト役を務める。同年10月、アルフレッド・シュワルバーグと再再婚する。1952年のザ・ The、カーメル・メイヤーズショーが放映を終了。1953年にテレビ映画スタジオワイン・ハリウッドの一総話に出演した以降は映画界 テレビ界を知り添く。1974年、夫シュワルバーグと死別、翌1975年から再びテレビ映画に出演し、映画、名犬、ウォントントンにも出演している。同作が最後の出演作となった。1980年11月9日、カリフォルニア州ロスアンゼルス市で、心臓発作により死去した。満81歳没。 同州イーストロサンゼルスにあるホームオブピース墓地に眠るハリウッドのバイン街1751番地にハリウッドウォークオブフェームの星を刻むすべて出演作であるありがとうございます